船のアトラクションは楽しめた？まあ、そこそこ楽しめたぜ。ようやか。他に何か聞き出せたか？うん、どうにかね。エッグマンはウィスクたちから取り出したエネルギーで心を操ろうとしてるんだろう？僕がやられたみたいにね。どうやってウィスクたちを捕まえてるんだ？うん、もちろん。それも聞いてるんだけど、ヒゲタマゴがエスカレーターで疲れたって。ふん、エッグマンの秘密基地につながるエスカレーターでもあるのか？しかも乗ると疲れるってのか？そう思って聞き直してみてもさっぱりわからなくて。で、ちょっと機械を直してみたら、ジェネレーターを使ったの間違いだったんだ。エスカレーターも疲れたも関係ないんだな。ごめんごめん。エッグマンは5つのジェネレーターを使ってウィスプたちの星を引き寄せているんだ。それでウィスプたちを捕まえているらしいよ。星を引っ張ってるのか？小さな星らしいけど、そうだね。まあいいや、ジェネレーターは5つなんだろ。そのうち2つはぶっ壊してやった。普通に考えたら、あと3つ壊せばこの問題は解決だね。どう考えたって俺は前に進むだけだぜ。じゃあ急ごうよ。のんびりしてたら手遅れになっちゃうの。誰がのんびりしてるって？大丈夫、任せとけって。